韓国にいたんですね、彼氏が。2010年、9年、ね、その辺です、うんうん、はい、それを通い妻みたいなことしてました、すごい、全然知らない、全然バレなかったんです、バレなかったです。で、出会いは、出会い教えて、はい、泊まってたちょっといいホテルで、部屋に来てくれるマッサージみたいなのあるじゃないですか、ホテルに。で、もしあれだったら力の強い人を呼んでほしいんですけど、凝ってたのね、はい、で呼んだら、その彼が来て、ドア開けた瞬間に火花が散っちゃって、ピカ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 、自分の頭の中でね、あれみたいな、一瞬でスケベな気持ちになっちゃった。早っ。